若い女性が起こした殺人事件。持田種、売人を襲撃しようとほぼ初対面の男に持ちかけ、男は少年2人を仲間に引き入れ、その日のうちに4人で計画を実行することに。 SNS を使って売人を呼び出し、特殊警棒で執拗に暴行を加えた後に少年がナイフで刺し殺害、その後現金を奪って逃走した。この時持田は襲撃に加担せず、被害者が力尽きていく姿を、うわかわいそう、動かなくなったじゃんなどと笑いながら動画を撮影していた。逮捕後の持田と男はカメラに向かって独自のポーズを示しており、反省の色を見せなかった。また取り調べの際に持田は犯行時事件現場にはいなかったと供述をしたが、犯行時に撮影された動画や防犯カメラの映像が残っていたため言い逃れをすることはできなかった。そして裁判で主犯の持田には暴行に直接関与していないことから懲役25年の求刑に対して懲役20年が言い渡され、共犯の男には懲役22年、少年らは特定少年として扱われ、懲役10年から15年の不定期刑が言い渡された。北井さゆり、就職活動のために神戸から上京する飛行機の中で激しい陣痛に襲われ、羽田空港に到着した後に多目的トイレで出産、その後赤ん坊の口にトイレットペーパーを詰め込み首を絞めて殺害し、遺体を公園に埋めた。北井は当時大学生で、アルバイト先の風俗店の客との間に子供を妊娠し、気づいた頃には中絶できる期間を過ぎていた。また家族に風俗嬢であることを伝えておらず、自分が風俗店の客との子供を出産したら親はどう思うか、子供がいることで客室乗務員になるという夢が叶わなくなるのではないかなどと思い犯行に及んだ。裁判で北井は動機についてパニックで頭が真っ白だったと述べ、自首を考えなかったのかと問われると、自首って何ですか、そんな制度があるなんて知らなかったと答えた。弁護側は境界知能であることが影響していたと主張し、執行猶予付きの判決を求めた。最終的に知的能力は低いとはいえ正常範囲内で大きな問題はないなどとして懲役5年が言い渡された。この判決に対して北井は即日控訴したが、判決が覆ることはなかった。高橋舞、元交際相手に復縁を求めるも拒否されたため、ナイフで複数回刺した後にネクタイで首を絞めて殺害した。高橋は被害男性と同棲をしていたが、高橋の過剰な束縛が原因で犯行の3日前に別れを告げられていた。しかし高橋は諦めきれず連絡を絶たれていたため、同居人を装い鍵業者を呼んで自宅に侵入、その後帰宅した被害男性と口論になり復縁できないことを悟り犯行に及んだ。裁判で高橋は一緒に死のうと刺されそうになったので刺したと述べ、事件当日に髪をつかまれ蹴られるといった暴行を受けたと正当防衛を主張した。最終的に高橋の主張は認められず、関係修復に応じない被害者の命を奪ったのは身勝手極まりないなどとして懲役15年が言い渡された。下村さなえ、当時3歳の娘と1歳の息子を自宅に50日間放置し餓死させた。事件の約1年前、下村は自身の浮気が原因で元夫と離婚しており、養育費の援助はなく困窮していた。そのため風俗店で働き、店で借りているマンションで生活をしていたが、育児や仕事のストレスをためホストクラブに入り浸るようになった。ある日店の従業員から部屋から異臭がすると連絡をもらい、50日ぶりに帰宅するとゴミ溜めのような部屋で2人は息絶えていた。それを確認した下村は通報することもなく、そのまま交際相手のホストと遊びに出かけ、その後事情を知った従業員の通報により逮捕された。その後の裁判で検察は冷蔵庫に食事がなかったことなどから殺意はあったとして無期懲役を求刑した。一方弁護側は殺意はなかったとして殺人罪ではなく保護責任者遺棄致死罪にとどまると主張した。最終的に放置すれば死亡すると認識できたなどと殺意があったことが認められ、懲役30年が言い渡された。この判決に対して下村は控訴上告するが、判決が覆ることはなかった。三浦咲子、内縁の夫と口論になり酔った勢いでパン切り包丁で首を複数回刺し殺害した。
この時三浦は犯行の状況を自身のスマホで撮影していた。三浦と内縁の夫は酒好きで、飲んでいる最中に頻繁に喧嘩になり、過去2回ほど警察沙汰になっていた。当時は和解で済んでいたが、その後も内縁の夫から DV を受けていると警察に相談しており、警察は暴力をやめるよう内縁の夫に対して警告をしていたという。裁判で三浦は、殺そうと思ったことは一度もないと殺意を否認。弁護側は、パン切り包丁は普段使っている包丁ではなく、利き手ではない左手で持っていたことなどから殺意はなく、揉み合いの際に包丁が刺さったとして正当防衛を訴えて無罪を主張した。最終的に撮影していた動画データなどから正当防衛は成立しないとした上で、相当な力で犯行に及んでいて殺意は明らかとして懲役13年が言い渡された。この判決に対して三浦は控訴するが、一審判決が覆ることはなかった。池田里奈、交際相手とともに約1ヶ月間にわたり当時2歳の子供に暴行し、食事を与えず衰弱死させた。事件が起こる2ヶ月前に共犯の男と交際を始めたことがきっかけで、子供を自宅に12時間以上放置するなど育児放棄をしていた。一人残された子供は大声で泣き叫んだため、近隣住民は虐待を受けている可能性があると考え、児童相談所と警察に何度も通報をしていた。児童相談所と警察は何度も池田の自宅を訪れたが、不在であるため安否確認ができない。連絡が取れたとしても対話を拒否されるなどの状況が続いていたという。裁判で池田は起訴内容を全面否認し、無罪を主張した。子供が命を落とした原因については、食べ物を喉に詰まらせたことによる窒息死であると主張。さらに暴行については、交際相手がやった、私は一度も暴力を振るっていないと述べた。最終的に交際や遊びを優先していたことはあまりに無責任とする一方で、当時若年である未熟さや想像力の乏しさが影響しているとして、懲役14年の求刑に対して懲役9年が言い渡された。竹内恵美、弟と二人で暮らしていた竹内は、親が残した遺産を独り占めしていたことや生活費に関することで弟と口論の末に包丁で刺し殺害。その後遺体をバラバラに解体し、自宅に約2週間放置した状態で生活をしていた。裁判で竹内は、身を守るために包丁を弟に向けたら太ももに刺さっていたので部屋を出た、しばらくして部屋に戻ると弟が死んでいたなどと正当防衛であり殺意はないと主張した。さらに被告人質問では、あ、はっきり覚えてないです、異世界に急に飛んだような、カーテンっていうか薄い膜のようなものが貼られているみたいな、などと事件についてはっきりとした話が出ることはなかった。一審判決では正当防衛は認められなかったものの、殺意は認められないという理由から、殺人ではなく傷害致死が適用され、懲役10年が言い渡された。この判決に対して竹内は控訴し、迎えた控訴審では、事件直前に弟から暴力を受けていたとして過剰防衛が認められ、懲役7年に減刑となった。菊池あずは、同居していた交際男性に、お前にもう愛情はない、あるのは情だけだと別れを告げられたことに激怒し殺害を計画。別れ話の翌日、就寝中の男性を包丁で複数回刺した後に金属バットで頭部を滅多打ちにして殺害した。菊池は性同一性障害で性転換手術を受けており、日常的にホルモン剤を飲んでいた。しかし逮捕後、ホルモン剤を美容目的と判断され禁止されていた。そのため裁判では顔は腫れ上がり、口は半開きのまま、ススス数回刺しちゃってます、ほほほ、包丁はバッグにカカカ隠しましたなどと言葉はどもり、被害者に対してはお亡くなりになっちゃいましたと述べた。菊池の弁護側は、性同一性障害の他に軽度の知的障害や広汎性発達障害があり、これらが犯行に影響したと主張し、情状酌量を求めた。最終的に障害は限定的であり減刑対象とはならないとする一方で、前科もなく罪を認めて、復帰後は父親のサポートも期待できるなどとして懲役16年が言い渡された。その後菊池は刑務所内でホルモン治療が受けられないことを違法とし、損害賠償1000万円を求め国を提訴している。
秋元玲奈、キャバクラ店の店長と共謀して、当時22歳のキャバクラ嬢に睡眠導入剤を飲ませた後に、ビニール紐で首を絞めて殺害。その後、遺体を山に埋めた。秋元が勤務するキャバクラ店では、従業員同士の交際は禁止されていたが、店長と当時交際をしていた。それを知った被害女性が、キャバクラ店オーナーに告げ口したことで、店長はオーナーから激怒され、暴行を受け、秋元と別れることとなった。このことで、被害女性を恨んでいた店長とまだ店長のことが好きだった秋元は共謀して犯行に及んだ。裁判で秋元は、私は主犯ではなく幇助だと思います、やめてほしいと思っていたが裏切ることになるので言えなかったなどと殺害への積極的な関与を否認。また検察がなぜ主犯の男に睡眠薬を渡したのかと聞くと、風邪薬と一緒だと思ったと話し、なぜ犯行を止めなかったのかと聞くと、わかんないですと答えた。最終的に場当たり的な弁解で不自然かつ不合理で信用できないなどとして、秋元には懲役12年が言い渡され、店長には懲役17年が言い渡された。金丸真奈美、ボーイズバーで知り合った男と共に同居していた女性に暴行を加え殺害。その後遺体を解体し、匂いが漏れないよう圧縮袋で密閉した後に衣装ケースに入れて遺棄した。金丸は男1人女3人の計4人で同居しており、男が女3人に金を貢がせていた。しかし被害女性が仕事を辞めたことをきっかけに、同居人3人から日常的に暴行されるようになり、本件が起こった。裁判で金丸は、男の支配による犯行で判断能力が低下し逆らえない状況だったと、殺人ではなく幇助にとどまると主張した。この主張に対して被害者遺族は、自分も被害者であるような主張で反省の態度は感じられなかったと述べた。最終的に従属的な立場で犯行に及んだなどとして、懲役14年の求刑に対して懲役12年の判決が言い渡された。また主犯の男には懲役25年が言い渡された。阿部雅美、金丸真奈美の共犯者。金丸と同様に主犯の男と交際しており、金を貢いでいた。裁判では殺人は幇助にとどまるなどとして、懲役12年の求刑に対して懲役5年の判決が言い渡された。高間美香、自身の交際相手が通う高級クラブのホステスに一方的に恨みを募らせ、自宅に押し入り包丁で複数回刺した後にタオルで首を絞めて殺害した。高間は交際相手を監視するのが日課となっており、事件前日に同伴出勤を目撃した。そのまま数時間車で張り込み、女性が店を出ると車で尾行し自宅を特定。その後家に押し入り口論の末に女性を殺害したとされている。裁判で高間は、被害者がナイフを持って襲いかかってきたことによって起きたと述べ、弁護側は正当防衛か過剰防衛で無罪もしくは刑を減刑するべきと主張した。一方検察は犯行の残忍性から無期懲役を求刑したが、一審判決では包丁で刺した行為は過剰防衛が認められ懲役18年が言い渡された。しかし控訴審になると、被害者が先に攻撃した可能性はないと過剰防衛が否定され、懲役20年が言い渡された。福岡幸子、秘書兼愛人である福岡は会社の統括責任者の男と共に社長殺害を計画。社長に恨みを抱いていた元従業員の男や中国人など3人を実行役として引き入れ、社長を殺害させた。福岡は社長に強引に口説かれ、月200万円で社長秘書兼愛人になったが、辞めたいと言っても取り合ってもらえず、精神的に不安定になり自殺未遂などを起こしていた。その一方で統括責任者の男は、後継者になるために毎日こき使われていたが、社長にその気はないと言われ殺害を決意した。福岡は自由になるため、統括責任者は会社を乗っ取るためとお互いの利害が一致したことで犯行が行われた。その後の裁判で福岡には懲役11年が言い渡され、主犯の男は懲役15年、他3人にも懲役14年、11年、10年の判決が言い渡された。